松本勝次は日本の画家、漫画家、動画家。本名は松本勝也。妹の隆子は吹谷浩二の妻。1904年、兵庫県神戸市に生まれる画家、吹谷浩二の突仏層別記事を読み画家を志す。立教中学在籍中のアルバイトで、博文館の雑誌のカットを描き、これが差し絵画家の道に入るきっかけとなった。 立教中学を中退して、川端画学校に入り、1928年、挿絵画家としてデビュー。少女雑誌で少女ファンの圧倒的な支持を集め、中原純一と人気を2分する画家となった。大正期から昭和初期に人気を誇った高畑歌唱の後、吹きや加藤正夫の女情画が、少女画法、少女クラブ、礼女会等の市場で人気を呼び、 それに続いたのが松本中原らである。中原が作品掲載を禁止された後の少女の友を支えた。1938年に少女漫画の先駆け的作品であるくるくるくるみちゃんの連載を開始、連載は35年間続いた。朝日グラフ1949年戦後は動画の仕事やベビーグッズの企画、制作も手がけた。 1971年に、静岡県田形郡中江津町にアトリエを築き、晩年をそこで過ごした。田村節子、鈴木悦郎、上田敏子らが松本に支持している。ありがとうございます。